ホンダフィットホンダフィットハイブリッドフィットハイブリッドはホンダ技研工業が生産販売していたハッチバック型のハイブリッド車である初代は二代目フィットをベースにし登場したハイブリッドシステムはホンダ今システムを基本とし実用燃費向上を目指して信号待ちなどで停車するときにアイドリングを自動で停止するオートアイドルストップやエコアシストが全車に 標準装備されている。今システムは、高効率なアイビテックエンジンがメインで、モーター部は小型、薄型の一モーター方式を採用する。だが、モーターとエンジンを切り離して使用することができず、燃費は 30km、L となる。エンジンは LDA 型1 3リットル直列4、気筒再一 Ci ビテックアイ DSi エンジンで、 二代目ホンダインサイトと同様に、アイビテックは、可変シリンダーシステムとしてのみ機能する。VCM により、全気筒を休止させ、モーター動力のみによる走行も、可能になっている。エンジン、トランスミッション、エアコン及び今システムを、協調制御する、移管モードは、アイドリングストップ時間の延長やエネルギー回正を、増やすことで、実用燃費向上に寄与している。 エコドライブ度をリアルタイムに表示するコーチング機能はアクセルやブレーキの操作によりスピードメーターの背景色を変化させるアンビエントメーターの色が3段階に変化する合わせてマルチインフォメーションディスプレイに設けられたエコドライブバーが減速時や加速時におけるエネルギーロスの大きさをバーの長さで表示し自然とエコドライブが身につくことをサポートする エコドライブ度を採点しアドバイスするティーチング機能は運転終了時にその時のエコドライブ度をこの葉のアイコンの数で採点するスコア表示とこれまでの成長度を示すステージ表示などを備えるこのティーチング機能はハイブリッドナビプレミアムセレクションに標準装備されているホンダ h d d インターナビシステムではエコドライブ度をより詳しく分析し さらに実用燃費向上のためのアドバイスも表示されるようになっている。2012年5月のマイナーチェンジで追加したハイブリッド RS では移管モードに加えノーマルモード、スポーツモードの3種類の走行モードを選択できる3モードドライブシステムとなっている。フィットと同じく燃料タンクを全席化に配置したセンタータンクレイアウトを採用したことで功績を フルフラットにすることができ、フィットと同等の積載能力と室内空間を実現している。価格帯が安いコンパクトカーのフィットがベースとなっていることもあり、車両本体価格がオーディオレスの標準車、ハイブリッドで159万円からと、二代目インサイトのサイレンカグレード G よりもさらに低く設定されている。2008年以降発売される。 地球環境を意識した車両を、ホンダでは、ホンダグリーンマシンと称し、フィットハイブリッドは、グリーンマシーン4号である。ガソリン車と同時にフルモデルチェンジを実施した2代目は、世界のコンパクトカーのベンチマークにふさわしい車を目指して開発が行われた。初代からの設計思想は継承しつつ、パワートレインや車体を新設計にしたことで性能を向上させた。 ガソリン車同様にデザインコンセプトをエキサイティングエイチデザインと定義し先進性、上質感や運転のしやすさなどを追求した。相性は初期のキャッチフレーズである f i t さん。パワートレインは初代では1.3リットルと1.5リットルの排気量が設定されていたエンジンをアースドリームズテクノロジーを導入した1.5リットルに統一した。 同弁形を DOHC にシアトキンソンサイクルを採用したレブ型に 29.5PS の出力を持つ H1 型モーターを内蔵した7速 DCT とリチウムイオンバッテリーを内蔵した IPU を組み合わせた新型ハイブリッドシステムスポーツハイブリッド IDCD を採用したことによって燃費性能を大幅に高め 36.4km L を実現した。また、走行状況に応じて、エンジンとモーターの接続、切断を行うことで、エンジンドライブ、ハイブリッドドライブ、EV ドライブの3つの走行モードを実現させた。さらに、電動サーボブレーキシステムを採用したことで、改正効率を改善し、燃費性能を高めるとともに、可変サーボレシオ制御を採用したことで自然な、 ブレーキフィールを実現させた。当モデルでは寒冷地や降雪地帯で、ハイブリッドカーを求めるニーズに応えるため、低燃費と力強さの両立を目指すべく設計された 4WD 使用車を新設定し、27.6から 29.0kmL の低燃費を実現している。なお、パワートレインや電動サーボブレーキシステムの採用を除く改良点は、 ガソリン車と共通である。初代二代目フィットは、英語でぴったりのという意味。なお以前は国内向け二代目シティのグレード名や、スクーターの三代目、ディオのバリエーションモデル名として使用されていた。ありがとうございます。